どうもこんにちは。こんにちは。今回はプラムさんに会いに来ていただいたということでありがとうございます。こちらこそありがとうございます。今のお気持ちはどうですか？ドキドキです。なんだろう、こうお見合い前みたいな感じ。もうどんな人が来るんだろうみたいな感じで、ちょこちょこでも視界の隅を、なんか小さな生き物がいますよね、ふってよぎるんです。チラッと横見てみると、ドキが、あ、眩しくて見られない。すごく心臓です。そう、好きなんですよ。ささくれが、はい、虫かなんかだと思うんですよね。あ、なんか角質を取ってくれる魚。ドクターフィッシュ。それだ。取りに行くと乗る。カメラの映らないところに真っ暗になったし、おお。めっちゃ可愛いのに自分で撮れない。プラムさん、名前ですよね、あの呼び方ですよね。なんでこんなものがあるんだよ。わざと仕込んだでしょ。いや仕込んでないですよ。仕込んだでしょ。そこにありますよ。あ、仕込んだでしょ。これ何ですか、これは。仕込んだでしょ、これ。仕込んでないです。仕込んだでしょ。これ何ですか、これ。なんでこんなところに。仕込んだでしょ。どう考えても仕込んだでしょ。じゃあ後でサイン書いても書いてください。いやいや、並び的にもともと。なんで森高千里の下にこれがあるんだ。もう。